トランスルーセントグラスキャットフィッシュは生詰めの淡水魚。別名、トランスルーセント、トランスルーセントグラスキャット。全長は最大で15センチメートルほどである。体は頭部を除く全体が透けている。市場には5センチメートル程度のものが一般的に出回っている。干渉魚としてはグラスキャットの名で通じる。下顎の先端から2本のヒゲを長く前に伸ばす。 背びれは短い糸のような形で目立たず、尾ひれは軽く二つに割れる。一般のナマズのように水底に潜ることはなく、中層に群れをなして体をくねらせて泳いでいる。よく観察すると、時々胸のあたりに透明の脂肪のような泡のようなものが中にできていることがあるほか、水温によって背びれが赤く染まるなどする。しかし特に魚体にこれといった影響はない。 水中の細微なものがヒレなどにもついていることもある。水質の悪化などで体調が崩れると透明な体が白く濁る。同じように体全体が透けている魚として、タイ、マレーシアに分布するグラスフィッシュ、エンゼルフィッシュに似たグラスエンゼルがある。似た体型の魚にやや大型になるオムポック、牙が発達した肉食魚のパービアウがある。 比較的おとなしいので他の小型の熱帯魚との混影にも向き、飼育もしやすいが、繁殖は容易でない。台湾では、タイから干渉用として移入され、ハリ魚の名で養殖が行われているが、実月単などの故障で繁殖し、雑食性のため、在来の魚の卵を食べて、絶滅の危機に陥れていることが報告されている。ありがとうございます。